ダオルン MP メトロリアン対ウイラポンナコンルアンプロモーションの一戦です。ท่านผู้ชมครับนาทีระทึกใจกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับและต่อไปนี้今リング上ではセレモニーが行われています。ジャッジの浅尾さんの顔が見えますね。ああそうですね。แชมป์โลกของสมาคมมวยโลกครับพิกัด110まあタイのこのボクシングの試合の前のセレモニーとは非常に長いというのはもう皆さんご存知かと思いますが、随分こうなんて言いましょう、貸し切ってこう行われますね試合自体。まあビジネスのシステムが違うんですね。だから例えば2時間番組っていうのをプロモーターが買うんですテレビ局から。はいはい。それでまあ広告代理店の仕事をプロモーターがするわけですね。スポンサーを捕まえてきて集めてそれに時間を売るわけですね。なるほど。で試合のスポンサーにもなってもらう、テレビのそのコマーシャルのスポンサーにもなってもらう。ああなるほど。そういうところでスポンサーが上がるわけです、はい。今両選手が紹介されましたが、ここに至るまでが延々といろいろな、セレモニー、あるいはまああの、かなりハイクラスな人の挨拶とかね、あります。だからまあ華僑のですね、まあリッチマン、はい、そういう人たち、そのローカルプロモーターになるわけですね。ローカルスポンサーになるわけですね。まあ何遍も言っていますが、このタイの選手の後ろの方についているのはジムの、まあ、スポンサーと言ったらいいんでしょうかね。そうですね。その名前ですので、名前を呼ぶのはファーストネームと言いますか、最初に出ている方を呼びたいと思います。黄色いトランクスがチャンピオンのダオルン、そして、白のトランクスが挑戦者のウィーラポンです。今映りましたけど、ハンサムなレフリーいますね。あれ森田健さんです。はい、タイのモンタブリで行われています。第1ラウンド始まりました。การชกมวยไทยมาหลายครั้งวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นนั้นก็เคยได้ดารุ่งเป็นผู้ซ้อมนะครับในแบบมวยไทยแต่ว่าหลังจากที่ดารุ่งก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกแล้วนี่ก็ห่างเหินกันไปครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งบนเวทีจริงครับโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันในเรื่องของว่าแชมป์เพียงว่า小柄なんですけどね。はい。แล้วทางด้านดารุ่งได้เปรียบครับいい体してますよね特に上半身แต่ว่าวีรพลนั้นเคยผ่านดงแข้งดงหมัดดงเข่าในมวยไทยมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับแม้ว่าจะชกท่านสากลน้อยกว่าก็ตามนะครับดาวน์นักกีฬาทรานส์ดิสนาทีนี้แล้วนี่ก็ดูเข้าเทียมกันครับดูที่จังหวะฝีมือเท่านั้นครับว่าใครจะดีกว่ากันและใครจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าเมื่ออยู่บนเวทีครับมิสเตอร์เคนมอริตะผู้ที่ขาดชาวญี่ปุ่นโอ้โหซ้ายตัดเข้าไปที่ลำตัวนะครับยังสนั่นทีเดียวไปสุดท้ายของดาวรุ่งนี้ก่อนเสมอกับวิราพงศ์ได้ชิมมาแล้วครับวิราพงศ์ยิ้มสี่พี่ยิ้มนะครับวิราพงศ์นั้นก็ได้คุณสุภาพหรือว่าเฮียคุณนั้นประคบประหงมดูแลนะครับก็เรียกว่าส่งขึ้นท้าชิงจากดาวรุ่งยาริ挑戦者ですね。あのムエタイ大式で百戦錬磨だけあって落ち着いてますよね。よく相手見てますね。ดังที่คำโบราณที่ว่าเรือล่มในหนองคลองไม่ไปไหนเสียครับตามวิถีทางกันแล้วนั้นจำเป็นครับこれがプロになって4戦目ですก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ขวาตรงจิ้มไปที่ขาเกี่ยวกับที่มันถูกบล็อกされています今の右ストレートはまっすぐいい感じで伸ばしたね。ถ้าเผื่อว่าโดนจังหวะที่ว่าใส่ですけどタイミングはいいですね。ใครจะโดนใครก่อนเท่านั้นแหละครับหุบซ้ายยาวๆของดารุ่งน่ากลัวครับนี่นะครับตัดลำตัวแต่ว่าวีรพลนั้นก็มีหมัดขวาที่หนักหน่วงครับเคยต่อยแซมสันนะครับน็อกมาแล้วในแบบมวยไทย4戦目とは思えないほど体が柔らかくて左がスムーズに出ますね。ああそうですね。第1ラウンド終了しました。まあクロスラウンドなんですけどね、まああの
主導権取ってましたからね。私はチャンピオンダオルン、このサウスポーの方のポイントにつけます。はい、ここいいパンチあったんですけどね、はい、ちょっと当たりが浅いですね。共に27歳、これが63戦目のチャンピオン。一方挑戦者はこれが4戦目。あの10月の17日井岡選手が戦争プルンチと戦って、そのプルンチとのトレーナーですね、イスマイルサラス氏来れなかったんですけどね、来日できなかったんですけれど、このキューバ人のイスマイルサラストレーナーはこのダオルンもコーチしてるんですね。ああ、そうですか。ボディを叩きましたチャンピオンです。サラスコーチのですね、その薫陶を受けてから体柔らかく使うようになりましたよね。วีรพลนั้นก็หมายมั่นปั้นมือนะครับมั่นใจว่าจะผ่านดาวรุ่งได้กล้าขึ้นมาเป็นแชมป์โลกเพราะว่าในช่วงสมัยก่อนนั้นเคยซ้อมแล้วก็ถือได้ว่าดาวรุ่งบอกว่าเป็นลูกไล่ครับเดี๋ยวครั้งเท่าสมัยโน้นกับสมัยนี้วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันนะครับดาวรุ่งกล้าขึ้นมาเป็นแชมป์โลกแล้วความมั่นใจย่อมมีดาวรุ่งが特に向上したのはやはりディフェンスだと思うんですよ。ได้หรือไม่あのブロッキング、今まではガードしてるだけだったんですけどね、もうグローブを動かして相手のパンチを払い落とすっていうブロッキング、はい、そして上半身をですね、小刻みにヘッドスリップ、ウィービング、そういうのもできるようになってきましたね。チャンピオン、これが3度目の防衛戦です。タイトルを取った試合が1ラウンドラッキーな、まあ、TKO 勝ち。その後2度の防衛戦はこれもまあ幸運と言っていいでしょう、負傷判定勝ちと引き分け防衛という、まあ、防衛戦今一つの内容になっています。ダルン、アサイルクナクル、ドジボフクサイニサイクワンマークンフクンスウィングクヨウヤウサイタントワジディオパクラネアスを見せます。チャンピオンไปนิดเดียวยุ่งเหมือนกันสมัยก่อนเคยเป็นลูกไล่แต่ว่าวันนี้จะมาไล่ลูกแล้วครับบ็อกซิ่งは国際式そしてタイの泰式ボクシングどちらがタイ国内では人気なんですか。まあタイ国内ではですね、ムエタイのスターっていうのは非常に高いステータス、まあ収入もいいんですよね。国際式の場合はですね、世界チャンピオンになった場合だけそのムエタイのスターより上回るわけです。だから国際的に転向したですね、ムエタイのスターたち、スーパースターたちはですね、だから短期決戦やるわけです。早くその世界タイトルに挑んで成功すればよし、ダメだったらもう元のムエタイに戻るわけですね。このルイ・ラポン挑戦者も4戦目にして挑戦です。 WBA の世界バンタム級タイトルマッチ。おお、チャンピオン、ヤガパバリキュアプロ、チャンピオンありますね。あー、ゴングです。第1ラウンド、失礼、第2ラウンド終了しました。いいパンチだったですね、一瞬腰が落ちましたね。ダウルのラウンドです。はい、毎週一度は言いたいんですけどね、採点基準なんですけれど、はい、まず有効なクリーンヒット、これが第一ですね。次がですね、過激を伴った攻撃を伴った構成、ただ前出るだけじゃダメなんですね。その次がディフェンスですね、ディフェンス技術。そしてそこまでずっと3つの基準で同じだったらですね、ペース取ってる方が勝ちなんですね。だからそれがリングジェネラルシップですね、はい、そういった基準で採点をしていくわけです。第3ラウンドに入りました。4戦目にして世界を手にすることができますか、ウィーラポン。一方チャンピオンダオル、3度目の防衛戦、まあ、採点基準、きれいな言葉で言うとそうなんですけどね、もっと分かりやすく言えばですね、相手痛めつけた方が勝ちなんです。ラウンド通じてですね、はい、はい、ちょっとヘッドスリップしてその左から右、今もいいですね、チャンピオン。背中チャンピオンです。
この挑戦者も体柔らかいですね。浜田氏言われた通りパンチ避ける感がありますね。左に返します。チャンピオンの攻撃。まあ、ムエタイでずっと試合をこなしてきて、この国際式、手だけの打ち合いになるわけですが、リズムが取りづらいとか、そういうのはないんでしょうかね。いやだからまあこのスポーツでやるときはですね、やはりその手だけでそのリズムを取ってるんですよね。あと切り替えてるわけですね、ちゃんとね。まあリズムっていうのはですね、だから体全体で生み出されるもんでしょう。なんかまあ足を使わない、キックを使わなくてもですね、その国際式なりのそのリズムは作って戦ってますね。実はウィラポンリズムありますよ、はい。まあ、チャンピオン力強く今出ていってますけど、挑戦者のウィルポンの方もうまいですね。あ、そうですか。まさか4戦目と思えないほどうまいですよね。まあ、前半このパンチあったんですけどね、あの今浜田氏言われたようにそのちょっとバックステップして早いワンツーがありましたね、はい。この辺なんか前ですね。ポイントとしては私はあの挑戦者ウィラポンにつけますね、はい。まあ、この国際式デビュー戦が空位でした WBC のインターナショナルのジュニアバンタム級のタイトルマッチだったと。まあ、王座決定戦ですか。それを取ったわけですから大したものです。そうですね。あの初戦がジョエル・フニオですね、フィリピンの。これが WBC のインターナショナルの、ジュニアバンタム級ですね、はい。これ空位決定戦。そしてメルミン・マグラモですね。そしてインドネシアのアブディ・ポハン、はい。全部 TKO で勝ってるんですね。3ラウンド、9ラウンド、4ラウンドですね。まあ、実力がこれ認められたからこういうタイトルマッチの場に出ているんでしょうが、これ規定というのはないんですか。いや、ありますね。こなさなきゃいけないという。まず WBC の30位以内に入るっていうことが必要ですね、はいはい。ところがですね、まあ、特別にその番付に乗せられた、番付に乗せられたっていうのがありますね。だから挑戦資格特別認められたんですよね。異例ですよね。あ、そうですか。まあ、ランキングは12位、そしてこれが4戦目。あのちなみに千作マンスリン選手はですね、まあ、初戦がルディバロだったんですよ、はい。2戦目がライオン・フリヤマ選手、そして3戦目がペリコ・フェルナンデス、はい、からタイトル取ったんですね。あ、じゃあこの上がいるわけですね。これもし仮にウィラポン挑戦者が取っても4戦目で王座獲得、3戦目がいるということで、まあこの3戦目で世界チャンピオンというのはまず破られることないんじゃないですかね。まさか1戦目で挑戦できるというような世界ではないでしょうね。ないですね。やっぱ順序がありますね。まあ、オリンピックの金メダル取ってですね、そのプロ転向第一戦で世界ヘビー級チャンピオンに挑戦した例はあるんですね。フロイド・パターソンに挑戦した、ピーター、レイド・マッカーですね、はい。ただこれパターソン一度はダウンさせたんですけどね、ノックアウト負けしましたよね。その後結局プロでは対戦しませんでしたよね。無理ですよ、アマチュアでその金メダル取ってもね、プロのタイトルはすぐ取れませんよね。第4ラウンド残り30秒、まあ、可能性があるとすればそのアマチュアでスーパースターでしかも実力を兼ね備えてオリンピックのメダリストなりなんなりで何者入りでこうプロデューサーがついて試合をぶつけるという形でしょうね、はい。もし仮にあるなら、まあ、なんていうんですか、ライト級チャンピオンのオスカー・デラホヤですよね、はいはい。やっと3年目で花が咲いた。それから見てもやっぱり
3戦目4戦目っていうのはまずないと思いますよ。まあこのウィーラポンもしたがってもう特集っていいますか、もう特別なところに入るわけでしょうね。そういうのは何年に一度出るか出ないかの選手でしょうね。このラウンド難しいラウンドだったですね、はい、前は出てたのはダオルンなんです。ところがそれをかわしてうまくボクシングしてましたね。だから構成取るとダオルンだし、そのディフェンス技術取るとですね、そのウィラポンですね。私は難しいですね。これクロスラウンド宣言して私はダオルンに与えておきますけどね、はい。ショートタイムウィーラポン、シロントランクスが挑戦者です。また右、うまく合わせました。右です。ที่ลำตัวแล้วก็สลับบนมาเอานะครับวีรพลต่อยด้วยหมัดซ้าย今のカウンター良かったですね。ยังโดนไม่ถนัดนะครับこれで最初のボディーブローと総裁ですね。ไม่ดีนะครับถ้าเผื่อว่าโดนคางทั้งคู่ใครโดนที่คางเต็มๆก่อนมีโอกาสหงายท้องครับจุดอ่อนของมวยคู่นี้อยู่ที่ปลายคางของทั้งคู่แหละครับต้องดีขึ้นมาแชมเปี้ยนวีรพลแชมเปี้ยนต้องถอยออกมาแล้วครับดาวรุ่งครับดาวรุ่งนั้นลุกไล่การใหญ่นี่ถือได้ว่าเป็นศึกสายเลือดครับไปด้วยกันเองชกกันครับโชตัวทำมัสวีรพงศ์มีทางมวยซึ่งแน่นอนครับว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้อ๋อตีเฮียดิโอเคเฮียดิสแชมเปี้ยนน่ากลัวทีเดียวมาแชมเปี้ยน今馬力負けて出てますけどその後右で踏み込んで左を低めに打つと面白いですよね。ใส่ทั้งตัวครับถ้าโดนก็หัวทิ่ม一発の大きなパンチでとどまっていますダオルン今度はボディへストレートを伸ばしましたチャンピオン。ダルーンพยายามลุกเดินเบียดเดินสืบเท้าวีรพลมายังไม่ค่อยออกหมัดเท่าไหร่ครับทางด้านวีรพลจังหวะทิ้งซ้ายเอาไว้ดาลุ่งเป็นฝ่ายวิ่งไล่แล้วครับตอนนี้第5ラウンドあと30秒ですอายุ27ปีเท่ากันครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นอยู่กับว่าบนเวทีใครจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่ากันครับโนวีราพนที่นักขี่ม้าที่頭の位置を動かしますね。อะไรครับครับจังหวะโชว์ออกครับเขาดีนะครับそのディフェンスがいいですね。第5ラウンドを終えました。これいいパンチだったですね。まあこれクロスラウンドですけどね。このラウンドもクロスラウンド宣言して私はウィーラポンにつけます。浜田さんの意見ちょっと聞いてみましょう。はい。どうでしょう。私はチャンピオンのラウンドです。ああ、お二方が割れたということになります。มาชมกันครับ。มีเหตุการณ์ในปลายยกที่5นะครับแล้วก็ยกนี้เป็นยกที่6ครับ。試合は第6ラウンドです。ウィラポンのコロンプロモーションครับ。ทั้งคู่นี้ก็เคยกินข้าวหม้อเดียวกันมาหลายปี。解説者2人いて意見が分かれる方がいいんです。オウムが2人あの解説してるんじゃないですかね。だからボクシングっていうのはやはり難しいところありますね。ウィラポン。どちらの方が歓声が多いんでしょう。挑戦者のが若干多いんでしょうかね。多いです。これ舞台裏なんですけどね、はい、この、ノンタブリっていうのはこの挑戦者ウィラポンのホームタウンなんです。ああそうですか。だから興行権を挑戦者側のプロモーターに譲り渡して売ってですね、はい、だから敵地で戦ってるわけですよ。まあ、このぐらい挑戦者のウィラポンは人気あるということでしょうね。例えば辰吉が薬師寺の地元である名古屋でやるようなもんですよね。なるほど。ミスター・サラーズ、なんか、うまじゃ、ペン、え、ทางด้านトレーナー、ของทางด้านダウルン。
ก็เตรียมทางเอาไว้ดีทีเดียวหมัดขวาของวีรพลยังไม่ปล่อยใช่ไหมอ้าวแล้วโดดขึ้นเตะบอลเอเซนอุปนัตเตอร์คีรอนทรังส์ดาวร์มฮามาซัง2人を比べた場合ですね、はい、そのなんて言いましょう、相対的に見て器用不器用で言ったら挑戦者のがこう器用と言っていいんでしょうか。まあそれは器用と不器用で分けるんだったらそうでしょうけどね。他にどういう表現を使ったらいいですか、この2人を比べて、はい、うまさと馬力というふうにあるとするとチャンピオンの馬力ですよね、それを後ろに下がりながらかわしているっていうのが、挑戦者ですね。なるほど。それをロープに詰まった瞬間でスリーと横に動くところがうまいですね、はい、そのうまさをどう評価するかっていうのも難しいと思いますよ。これもおそらく3人のジャッジで意見が分かれるところかもしれません。スピードはどちらがあると思いますか。瞬間的な当てるスピードっていうのは挑戦者ありますよね、はいはい、打ち込む威力っていうのはチャンピオンありますね。ボディを打ちに来ましたチャンピオン。特にこのウィレポンの左のリードジャブなんかサウスポーンに対してよく出てますよ、はいはい、サウスポーンに対して左を打つのは難しいですからね、左のジャブっていうのは、はい、おっとちょっと足を取られましたが今ゴンが鳴りました。第6ラウンド終了です。私はこのラウンドウィレポン挑戦者の方がですねうまくアウトボクシングして、その数は少ないんですけれどクリーンヒット左、右ストレートですね、はい、当てたと思います。私は挑戦者のポイントにつけますね。じゃあちょっとこの試合は全部聞いてみましょう。浜田さんはどうでしょう、はい、私はあの構成点でチャンピオンですね。あ、またお二方割れました。いや割れるような試合ですね、本当に実力発揮中でクロスゲームですね。これは歯がいい選手ですね。そうですね、第7ラウンドです。 WBA の世界バンタム級タイトルマッチ12回戦。同国人がその同じ自分たちの国で試合を行っています。しかも世界タイトルです。タイ同士のタイトルマッチですね。そうですね、はい、試合なきそうですね。お客さんは挑戦者ビーチ、挑戦者のパンチがまあ効いてなくても届きますと歓声がどっと湧き上がります。カウンターを取ろうとしたのはチャンピオン、まあ、同じですから対人同士といっても外国でやるようなもんでしょうねチャンピオンは。あ、なるほどね、まあ、当然、ジャッジ3人の中にタイ人はおりません。第3国のジャッジが入っておりましてパナマ、韓国、そして日本、日本浅尾さんです。そしてレフリーが森田健さんですね、はい、日本です。右チャンを立てました。チャンピオンのパンチ右一個良かったんですけどすぐ右ストレート返しましたね、はい、こう瞬間的なスピードは挑戦者のがありそうです。汗でしょうか水でしょうか背中が光っています。ウィラポンその両方でしょう。この4戦目でもし挑戦者がチャンピオンとなりますと、まあ、史上2番目の記録ということになります。スピード、まあ、出世少ない試合数にて世界チャンピオンになったという、まだこの上がありまして3戦目がおります。それに次ぐ4戦目を狙うウィラコン。チャンピオンのダウルの狙いはいいんですけどね、はい、ちょっと相手のスピードが速いちょっと出遅れてますね。狙いというのは相手が打ってきた瞬間左アッパーをボディに打って右を顔面に返してるんですよね、はいはい、ちょっとワンテンポ挑戦者の方が速いんでちょっと出遅れてますね。足を使います。下がっていく挑戦者ウィラポン。あ、カウンター取れた。アウト。やった。
ここでゴングです。ゴングが鳴った瞬間両腕を突き上げました。ウィラポン、今なんか狙いはいいんですけどね、ボディに打って、そして今まで右フックを顔面に返してますからね。この右フックは良かったんですけど、すぐ右ストレート返しましたよね。7ラウンド目ですね。一応私はしかしですね、挑戦者のポイントにつけます。小泉さんは難しいと言いながらも挑戦者に言ってますが、浜さんどうでしたなら。私も挑戦者のウィラポンです。そうですか、これはお二方とも挑戦者に行きました。第8ラウンドに入っています。採点者の傾向っていうのがあるとするとですね、ええ、浜田さんどちらかというとファイター好みで、あえて言うと、ファイター好みというよりも私は重い攻撃面、クリーンヒット面ですね、ええ、私はあのボクサーの、ボクサーって言いますかね、テクニックっていうのを結構取りたいと思うんですよね、ええ、バランス崩してですね、ただがむしゃらに行ってパンチ当てるっていう構成よりですね、まあその逃げ方とかですね、避け方とかそういうのもポイントにできるだけ入れたいと思うんですね。だからコースゲームになった時に私はボクサータイプちょっと評価する面がありますね。左に入りました。チャンスポイントにしてよーく相手左打ってますね、伸びていきます。おっと一瞬カメラが選手を見失っています。パンチはダオルの方がありますね、はい、3戦全勝 3KO でここまで来ています。挑戦者のウィラポン、ダオルの方もうまいですよ、はい、体柔らかく使いながら射程外したりですね、フェイントかけながら急に打ち込んできますね。常に先手取ってるのはダオルンですね。ミノフックを返しましたが、相手挑戦者もミノストレートを出してきます。打たれたらすぐ打ち返すという挑戦者。よく入れてますね、はい、もう少しあの一踏み込みしてボディブローをもう少し入れたいですね。チャンピオン、このウィラポンはロープに詰まったらすぐ横に動くところなんかうまいですね。追いかけます、チャンピオン。ウィラポン、ต่อย ด้วย ซ้าย。ดาวรุ่ง ใช้ จังหวะ เอา ล่ะ ครับ ที่ ตา ขวา ของ ดาวรุ่ง ครับ ตอน นี้ มี เลือด ออก มา แล้ว ครับเพราะว่าหมัดหน้าหมัดยักของวีรพลหมดยกครับมาこのラウンド難しいですね。第8ラウンド終了です。セコンドが迎えて、水をかけに行きました。ずっと私4ラウンドからクエスチョンマークつけてますよね。4567 、はい、これ8ラウンド、私はあのクリーンヒットはもう共にないと思うんですよ、で構成は私ダウルの方があると思うんですね。私は構成点をダウルに与えたいと思います。そうですか、はい、浜田さんどうでしょう。私はこの試合の中で今のラウンドで私は一番難しかったですね。あ、まあ、あのどっちにつけてもよかったかなと思いますけどね、まあ構成点でダウンですね。あ、お二方ともチャンピオンダウンに今度は投じました。さあ第9ラウンドです。今の8ラウンド目なんかですね、その見方変えてですね、構成点もそれほどではないと、でディフェンス、リングジェネラルシップ、そこで取ってウィラポン そのラウンドにしてもおかしくないラウンドなんですね。おそらくさっきのラウンドにあの話戻ると、なんていうんですかね、ウィラポンのスマートさ、はい、そしてちょっとダウルの強引さが
目につくと思うんですよね。だから、バランス崩すところなんかあったわけですよ、はい、ダウルの方が、そしてスマートな挑戦者のウィラポンのスマートさがちょっと目に光るかなというふうに映るかもしれないんですよね。まあ普通今までボクシングというのは分かりやすい、採点というのは一番分かりやすいはずなんですよね、打った方が勝ち、打たれた方が負けと、ですけど最近はもう、ラウンド差が必ずつくようになりましたからね、うん、難しくなりましたね、採点も、今なんか挑戦者が左フックを打ってチャンピオン、バランス崩しましたよね、ああいったところなんかも常に挑戦者バランスもいいんで、うまい感じが相当目につきますよね。かといって一発の威力っていうのはやっぱチャンピオンの方がありますからね、こうやってくるんでよけられると、だから避けただけじゃポイントになるわけじゃないですけどね、映り方がどう映るかですね。そうですね、ジャッジに与える印象がやっぱり少なからずと影響あるでしょう。だから闘牛士がですね、まあ、結局牛をうまく制御していると、コントロールしている、そういうふうなそのプラスポイントありますね、ディフェンスポイントですね。ちょっとチャンピオン今焦ってますね、はいはい、もう一つリズムを作り直してから攻めるといいんですけどね、はい、第9ラウンド終了です。私はウィラポンのボクシングポイント取りたいですね、はい、浜さん、私も挑戦者のウィラポンです。そうですか、はい、小泉さん、ジャッジ、まあ、採点の仕方ですけども、定期的にその団体で確認があるといつかおっしゃってましたよね、はい、それはかなりこまめに行われるんですか。そうですね、年に1回、はい、WBA、WBC 総会でですね、レフェリージャッジの人たちだけでセミナーを持つんですね、はいはい、で問題のあった試合なんかビデオで見たりですね、研究会があるんですよ。で全体の見方、意思を統一しようと。そうですね、だからレフリージャッジの方なんかはやはり WBA、WBC 総会出といた方がやはり世界的な趨勢知ることできますしね、だからレフリージャッジにその指名される確率も、まあ、現金の話なんですけど、総会出てる人とそうでない人はだいぶ違いますよね。なるほどね、こういった世界戦でWBA 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦第10ラウンドに入ってきています。強引に攻めてますね、チャンピオン。やはり先ほど浜田さんがおっしゃったこう焦りみたいなのはまだ感じありますか。ダメージのあるパンチを打たれてるわけじゃないんですね、やっぱり当たってますからね、そういった面で少々雑なガードが低くなってホームが崩れながら打っていってますね、これあれじゃないですか、ファンの皆さんのこう声というのも少なからず影響してるんじゃないですか。あれという大きいと思いますよ。当たってないのになんであんなに湧くんだとって焦りも出ましょうね。そうしますね、もしかしたらジャッジもそう見てるかもしれないというのがありますからね。こんな感じ聞いてないんだと、本人はアピールしたいと思いますよ、ですからまあ少々ノーガード気味ですけどね、少々当たる流れでも平気で前に出ていますよね、それはやっぱりパンチの威力が物語ってますよね。今なんか打ってこいということでしょう。徹底的に打ち合いたいチャンピオンのダオルム、背中を見せている挑戦者、さあ4戦目にしてチャンピオンになることができるか。挑戦者の地元で行われているこのタイトルマッチ、まあ、ですから、この挑戦者はロープに下がったら必ずよく動きますからね、
チャンピオンのロープに決めた瞬間すぐ横に動ければいいんですけどね。今もねロープを背負ったんですが横に動いていってしまいました、うん、そのまま横に動かれたらまあまたゆっくり追っていってますからね。左を使いながら左にぐーっと回っています。右のストレート、今度は右のストレート、まあチャンピオンズローこんなパンチは効いてないということを言いたいかもしれないですけどね、はい、まあ口で勝負するわけじゃないですから。そうですね、第10ラウンド終了です。このラウンドも難しいですね。なんか観客騒ぐ声にその影響されながら見るとですね、ウィラポンの方がですねその相手のパンチ外してそのリードしているように見えますけどね、この辺りは良かったですけどね。まあ私は振り分けるんだったらウィラポンのラウンドにしておきます。浜さんいかがでしょう。私もウィラポンですね。よく前にはチャンピオン出てますけどね、いかんせん当たってないんですね。当たらんことにはやっぱポイントにならないですね。相手が出てこないもんだからですね、やはり前出ざるを得ないんですね、ファイタータイプのダウンとしては。ウィラポンというのはちょっと嫌なタイプですね、はい、後手に回ってから攻めるんですね。あっと左でカウンターを取りましたチャンピオンです、まあ、後手の先手っていうやつですね。今回はですね、横に素早く動くが面白かったですね、はい、一瞬動きが止まったところもありましたが挑戦者もちろんリングサイドでも印象がだいぶ違うでしょうし、テレビの前の皆さんはテレビの音でもだいぶ違うでしょうし ね、 そうですね、で私どもが言ってるあの右が当たったとか左が当たったとかそれでもだいぶ違うでしょうし、受ける印象というのはちょっとだいぶというのはオーバーかもしれないけどちょっと違う取り方がありますよね。そこがボクシング の、 その解説といいますかね、ボクシングの番組その解説聞きながらその視聴者の皆さんがですねそのインフルエンス影響されるところなんですね。例えば解説者がですねあのパンチ効いたって言ったら効いたように見えるんですよ、聞こえるわけですよね、はい、音を消して無音だったらまたあるいは違ったテレビの前の皆さん見方をするかもしれませんし、何か聞いたことがあります。常にカメラの位置が違ってきますよね、はい、そうですね、いいパンチ当たった瞬間に一番離れたところから打ち取るとか、やっぱそういったもので映り方にもよりますよね。細かいパンチが当たりました。ちょっとチャンピオンの顔が若干膨れてきていますというコメントだけでもまたチャンピオンの一部今、まあ、打たれてるのかなというふうになるもんね。あ確かに腫れてるなと出てきますチャンピオン。まあもともと腫れやすいのと打たれてもなかなか腫れない選手いますよね、今の浜田さんのフォローの一言でまた印象が変わるかもしれませんし、まあ、そういうことはやっぱり説明しとかんとですね。あしかし浜田さんこの11ラウンドだいぶとにかく動きが活発になりましたね、うん、ちょっとチャンピオン焦ってもう真正面から突っ込みっぱなしですよね。あ11ラウンド終了です。今のラウンドよくチャンピオン出ましたけどね、その相手出るところ今のカウンターのタイミングいいですね、はい、まあ、このラウンドは私はウィーラポンにつけたいと思います。挑戦者、はい、浜さん、私も挑戦者ですね。あそうですか、これであとラストラウンドだけなんですが随分割れていますよ。私がですねクエスチョンマークつけたのは4ラウンドから8ラウンドですね。ナイスリー、だからペースが移りかけるその歯がかりだったと思いますね、はい、さあラストラウンド WBA 世界バンタム級タイトルマッチ、ダオルンチャンピオンの3度目の防衛なるか、あるいは挑戦者ウィーラポンが4戦目にして世界チャンピオンになることができるか。チャンピオンがタフなのか挑戦者のウィラポンの方のパンチが軽いのかというのはちょっとまだ分からないところがあるんですけどね、はい、まあ、挑戦者
3連続ノックアウトはしてるわけですから、まあチャンピオンがこのパンチを食ったら危ないなっていう風なところがあれば、こういった無防備っていうんですかね、そういった打ち方はしないと思いますけどね。十分出ていきます、チャンピオン。いや、当たった。そしてまた右を返します。よく動かれる瞬間、そこがポイントですけどね、捉えきれません。横に横に動いていく挑戦者。今右引きよかったですね。ダウル、チャンピオン、ミロスルト。これは例えばチャンピオンサイドの地元でやったら、これ歓声はまた逆になったと思いますよ。さあ、このラウンドでどちらかが倒れるか、あるいはそのまま反対に行くか。チャンピオン左を伸ばします。もうとにかくチャンピオンは追いかけて追いかけて追いかけまくります。確かに挑戦者は上手いですよね。テクニシャンですし、よける感もありますけど、完全に自分から攻めないですね。常に後手ですね。相手の方がイニシアティブ取ってますよね。中井ワンツー、小さなワンツーを見せます。お客さん騒ぎますけど、それでいいパンチではないです、リラポンのパンチは。左のボディ、チャンピオンのボディです。チャンピオンが打ちました、ボディブロー。あとわずかです。試合終了です。ゴングと同時に両手を挙げました、ウィラポン。チャンピオンのダウルの方も手を挙げましたね。ラストラウンドは私はダウルの構成取りますね。ダウル、チャンピオンを取りました。浜田さん、私もチャンピオンです。最後もお二方ともチャンピオン揃って取りましたが、私はですね、そのクエスチョンマークラウンド以外はですね、ウィーラポンが取ったのがですね、3ラウンド、9ラウンド、10ラウンド、11ラウンドですね。そしてダウルに与えたのが1、2、4、ラストラウンドです、はい、これだけつけると116、117ですね。ウィーラポンの1ポイント勝ちなんですけど、このクエスチョンマークラウンド、ここがですね、その可能性としてはダウルン側についた場合にはですね、116、113ですね、ダウルンの勝ち。逆に向こう側についた場合には112、117、ウィーラポンの勝ちですね、はい、回転が読み上げられています。はい、ダウルン MP ピトリアム115คะแนนให้วีรพลนครหลวงโปรโมชั่น114คะแนนครับกรรมการชาวเกาหลีใต้มิสเตอร์มูฮองมุนนะครับให้ดาวรุ่งเอพีปิโตรเลียม114คะแนนให้วีรพลนครหลวงโปรโมชั่น117คะแนนครับダサオさんはですね、115、114ですね、1ポイント超ダウルの勝ちですね。それで韓国のムーンですね、117対114、3ポイント差でウィラポンですね。今ペレスですね、118、113、新チャンピオンですね。5ポイント差でウィラポンの勝ちですね。2対1ですね、分かりましたね。ウィラポン、ついに4戦目にしてチャンピオンになりました。これは、まあ、同じタイ国人、同国人の先作ムアンスリンに次ぐ史上2番目の速さです。